おい、まず座りなって。来たね、迷える子羊さん。さあ、次の質問だ。あんたの価値を僕に示してよ。おい、ふざけんな。一度でたくさんだ。たった一問で命の価値なんて測れるはずないだろう。ましてや、あんたの未来は一つじゃない。第2問です。結婚とは人生の新たな幕開けですか、それとも墓場ですか。選んだのはそっちか、やっぱりね。ここは全体が巨大な聖堂でね、全部で8つの階層がある。待った、つまりそれゴールがあるってことか。ただ最近は世界の変化も激しくてね、この先何が起きるかは保証できない。当たり前にあると思っていたものが急に失われるのはよく聞く話だろ。予感がするんだ。この世界始まって以来のとんでもないことが起きるんじゃないかって。先を気にしすぎても仕方ないか。すぐそこで恐ろしいものの声も聞こえるしね。さて、準備はいいかい。よくねえよ、一体何が狂ってんだ、チキショウ。
こいつでどうだ。取っとくか。使っちまえ。よし、よし。見てる、違うぞ。久々の大物かもね。この先しばらく楽しめそうだ。昨日の約束通り、あんたに面白いものを見せてあげるよ。これは遥か昔のこと、あんたが幸せってやつを感じてた頃の思い出さ。今日ごめんね、ベーコン真っ黒で苦かったでしょ。あれくらいカリッカリの方がうまいって。仕事忙しいんだろ。大丈夫か。平気。お腹出てきたでしょ。野菜食べてよね。ケチャップならたっぷりかけてるぜ。あれ野菜じゃないから。だったらいやちょっと、もう一度運動すれば痩せるだろう。まあ美しい思い出に少しは気が晴れたかい。自分が何を手放そうとしてるのかよく考えるといい。続きは明日だ。あんたが生きてたらの話だけどね。結婚って必要なの？私縛られたくないんだよね。いいじゃん一緒なら。人間本当は自由が一番なはずでしょ。なんか意外だな。ん？いや女の子はさ、大人になるとみんな結婚のことを考えてるつうかさ。けど君みたいな子もいるんだなって。気持ちがあれば十分じゃない。しきたりで縛る必要ないってことだよな。よかった。一緒だね、私たち。大丈夫？うん、ありがとう。優しいんだ。いや、
これはその ごめん。俺明日あるし、そろそろ帰んなきゃ。今日は楽しかったよ。どこ見てんの？見てない。嘘つき。タバコの味でも嫌いじゃないよ。マジっすか。やべえ、つかマジでやべえだろ。やばいって？何が？だからその出会ったばかりのあのおしべとめしべがって、何言ってんだ俺。あ？っていうか、何、なんか問題でもあんの？こんなの仕方ないよな。わざととってわけじゃないし。つうか、飲みすぎだ。何も覚えてねえよ。いや、あの、そんなにジロジロ見られると恥ずかしいんですけど。あ、悪い。言っとくけど、気に入ったから来たんだよ。私誰でもいいとかじゃないから、そこんとこ誤解しないでね。いや、あ、別に。ねえ、私のことも気に入ったんでしょ？え？なんつうか、それについては不思議っていうか。何？こんなこと初めてっていうか、信じらんないっていうか。ダメだ、クラクラして頭がうまく回んねえ。それって一目惚れってやつじゃん。え？うわあ！ごめんなさい。実は俺今日仕事って言ってたよね。仕事？まあ。ごめん、もう帰るね。私も歯医者行かなきゃだし。歯医者？歯医者だと遅れたら怒られるのよ。本当はもうちょい一緒にいたかったけど。では仕掛けといてずうずうしいか。じゃあ、またね。ちょっと待って。俺あの付き合ってる彼女が。これは事故でしょ。事故だ事故だ事故だ。そりゃお前あれだ、一生に三度来るっつうモテ期のラスイチノがついに来たってこった。モテ期なの？俺に会ったか？ガキの頃はお前が一番モテてたよ。覚えてねえ。二度目は5年前の同窓会だ。あれからキャサリンとも長いよな。まっバレたらそれも終わりだろうけどな。はあ、マジ怖いよ。多分殺される。怖がんのそこかよ。けどバレなきゃいいだけじゃん。なかったことにすりゃさ。お前みたいに軽く考えらんねえんだよ。じゃあいっそ乗り換えるってのはどうよ。結婚迫られるのが嫌なんだろ。同じ二人がずっと愛し合えるなんて幻想なんだよ。結婚なんて人生の墓場さ。俺見てりゃわかんだろ。お前と一緒にすんなって。俺は今のまんまでいたいだけだっつの。マジどうするよ。こんなつもりなかったのに。悩むくらいならそもそもすんなよって話だけどな。分かってんだよ。たっ、いいよなお前は気楽で。バーカ、気にしたってしょうがねえんだ。女なんて大事にしたっていつ裏切るかわかんねえんだから。でそれよりどうせ別れんなら紹介しろよ。超可愛いんだろその子。写真とか。それかよ。なもんねえし、お前の好みじゃねえよ。なんでわかんだよ。俺の好みだからだよ。あ、いや、たく困ったよな。ねえ、この話知ってる？あのね、落ちる夢ってやつ。あ？いや知らねえけど。夢で起こって死ぬとリアルでも死んじゃうんだって。友達の彼氏がね、なりかかったって怖くない？あ？
そんなん本人しかわかんなくない？おい、大丈夫か？なんか顔色悪いぞ。ん？まあ、あんま寝れてねえからさ。お前。けどまあ、たかが一晩のことで真面目すぎんだ。おい、聞いてんのか？聞けよ。知らないな、そんな子。え？そうなのか？てっきりお前らが声かけたのかなって。え、だけどそんな目立つ子なら絶対に気づくと思うんだけどな。つうかね、言わせてもらいますけど、あんたらみたいな人たちがいっから自分に回ってこないっすよ。モテてりゃ毎晩こんなとこでやろうと飲まねえよ。そういやトビーは年上好きなんだっけか。きつめの年上のお姉様に罵られながらヒールで踏まれるとか憧れっすよね。変態かよ。こういうのがホラー映画で最後に一人だけ生き残るんだよな。ちょ、違いますって。自分はただお姉様に遊んでもらいたいだけっすよ。ふん、じゃあ私が遊んであげよっか。え、エリカさん。私のピンヒールって結構癖になると思うけど。ちょ、おい、エリカ。それよりあれ、聞いた？女の呪いの話。遊んでばっかいる浮気男を呪い殺すとか殺さないとか。どっちだよ。え、何それ、女の呪い？あんたは関係ないでしょ。ずっと彼女に一筋なんだし。おいおい、何言ってんだよ。こいつだって浮気とか最低っすよね。ああ、たくたちの悪い。最低とか言うなよトビー。鼻に詰めんぞ。いって。え、何、あんた浮気してんの？結婚どうしたのよ。バカ、声でけえよ。お前ら浮気とかでかい声で言うな。誰聞いてるか分かんねえだろ。マジ最低。最も低い。最も低いって言うな。分かってんだからもうほっとけよ。で、でどんな子なのよ相手。まあもう、なんでも運命的に可愛い子なんだとさ。敵と言うなよ。運命的とかしびれますよね。羨ましいっすよ。いいから、お前らこの話絶対に外で言うなよ。分かってるよ。そういや知ってる？あの店長も昔遊びすぎていろんな女の恨み買ったんだって。ほら、あいつってばダッサいグラサンしてんじゃん。それで今サングラスで顔を隠してんだってさ。嘘だろ。おめえもやべえんじゃねえの？かけとくか、グラさん。いらないから。それに浮気はもう終わったんだよ。ああそうだ、あんたが見つけた子、今日からピアノ弾いてもらうことにしたの。大丈夫か？君、家は？なあ、君、あ、名前は？リン。リンっていうのか？で、誰のことでしょう？ジンク！あれ？なんすか？壊滅的だったな。そういうこと言わないの。一生懸命弾いてるんだからさ。ヴィンセントさん、ピアノどうでしたか？うん、まあ、その、よかったぞ。ほら、やる気が感じられて。ありがとうございます。
イメージではもっとパララーンって感じで弾けると思ったんですけど。気にすんなって。誰だって最初からうまくいくわけじゃねえ。そうですよね。頑張って練習します。その前にこのバー潰れるんじゃないですか。ぐだ。じゃあまた後で。おう。まあ人間誰でも欠点はあるもんさ。つがあんだけ見た目が可愛いきゃあとはどうでもいいだろう。それにしてもなんすか、変な奴に追われた美少女とぶつかるって。こんな安いドラマみたいな話ありえなくないすか。あったんだ、しょうがねえだろ。彼女マジで記憶ないのか。エリカがあの子連れてったんだろ。医者はなんて。特に異常なし、一過性のもんじゃないかってさ。ピアノを弾きたいってこと以外何も覚えてないみたいよ。でヴィンセントのお隣さんになったって。ああ、隣が引っ越したばっかで相手だからな。手出すなよバカ。そういう目で見ねえよ。こっちはおっさんだぜ。にしても助かったよ、お前らが協力してくれてね。バーで働いてもらうっての名案だったでしょ。ここなら私やあんたたちもいるし、逆に警官だっているもの。追われてたってんなら人目があった方が安心だしな。まあ。バーで自由に過ごしてみよう。四角ボタンでお酒が楽しめ、バツボタンで席を立てる。なお、オプションズボタンで各種メニューが開けるぞ。コンフィグではパズルタイプや難易度なども変更できるので覚えておこう。リンってこのことなら心配するな。俺たちも気にしておくからさ。それよりお前の方は大丈夫なのか。浮気男は呪い殺されるっての例の開始事件のことらしいぜ。それってポールが死んじまったやつ。ああ、死んじまう原因が女の呪いなんだとさ。アホらしい、エリカの好きそうな話だな。ポールって前に何度かここに来てた人っすよね。ああ、俺たちの高校のクラスメートだったんだが、この前ここで偶然会ったんだ。マジか、どんな様子だった。挨拶だけだったけど普通だったよ。もっと様子を確かめればよかったかな。別にお前のせいじゃねえよ。ああ。まあな、あの時フォールともっと話してりゃこんなことにならなかったかもな。You got a mail。 三角ボタンで携帯電話を開いてメールを確認してみよう。中では映像の再視聴やセーブもできるぞ。ちゃんと言ったっけ。警察には届けておいたから、そのうちに何か分かるだろう。ま、いざという時はずっとここにいればいいしな。手出すなよ。かー、お前が言うかね。お前が人のことより自分のことを心配しろよ。お前マジで大丈夫か。浮気男は呪い殺されるってよ。呪いって子供の噂じゃあるまいし、くだらなすぎて笑えねえよ。タイミング良すぎんだよ。しかしお前みたいのが浮気とはな。けどそんな可愛い子が相手ならむしろラッキーな事故ってとこだ。まあそうだけど。頑張って隠し通せよ。それか土下座だな。許されていいことじゃねえよ。
まあちょっとクールなとこもあっけど、いい女だよなキャサリン。言われなくても知ってるよ。You got a mail。いくら可愛くてもあれじゃターゲットに入んないですね。そういえばヴィンセントさんってキャサリンさんと長いんすよね。馴れ初めってどんなだったんですか？今後の参考に聞かせてくださいよ。はあ？ねえ、言うほどのイベントじゃねえよ。同窓会だったよな。恋愛相談に乗ってるうちに惚れちまって口説いたんだっけ？キャサリンが落ち込んでた時は夜中でも駆けつけてたからな。バカ、やめろって。そんな優しくてマメな男がね。はあ、本当だよ。先輩、意外とデリケートなんすね。全然そう見えないけど。そう見えないとかうるせえよ。You got a mail。よし。酒を飲むと酔い度を3段階まで上昇させることが可能だ。酔い度に応じてその晩の悪夢でのヴィンセントの動作が素早くなるぞ。はあ、くそ、今まで浮気なんてしたことなかったのに。って済む話じゃねえよな。突然ですが、グラスの空いたあなたにカクテルの豆知識を一つ。ラム酒はカリブ海が発祥のサトウキビの搾り汁を原料に作られる蒸留酒です。他にラムを使ったカクテルにはモヒートやピニャコラータ、マイタイなどがあります。海賊気分で肉を頬張りながら楽しんでみては。以上、今夜のカクテル豆知識でした。もうからか。おい、注文いいか？かしこまりました。はい、どうぞ。リン、ワインなんて頼んでないぞ。しかもこのフルボディのワイン、すっげー高そうだけど。突然ですが、キャサリンフルボディを楽しんでいる皆さんにワインの豆知識を一つ。赤ワインは甘みを含まないため、白ワインのように甘口辛口ではなく、赤ワインの味わいの豊かさを女性の体で例えることからボディと表現するんですって。ライト、ミディアム、フル、一番濃厚なフルボディってどんな体なんでしょうね。以上、ワイン豆知識でした。いろいろなお酒を飲んで他の豆知識も集めてみてくださいね。リーン、そのボトル違うお客さんのよ。あれ、ごめんなさい、間違えちゃったみたいです。ああ、そうだよな。他に飲みたいものがあれば注文してくださいね。ご注文は？
日本酒で。日本酒頼む。俺ビールっす。ビール了解です。お待たせしました。人生にようかしら。マーサにようかしら。あ、いや悪い。ジロシを見て。お座りなさいな。あなた、こんな話をご存知？高い高い山を登ることができた男は、すべての望みを叶えることができる。何それ？300年前に望みを叶えた男は、大金を手にしたというわ。700年前に望みを叶えた男は、世界を手に入れたというわ。高い高い山を登ることができた男は、未来を望むままにできるというわ。おとぎ話かなんか？かつて実際に起きた実話よ。この実話をもとに作られたのがラプンツェルのお話よ。とてもとても高い塔を登ることができた王子は、お姫様を手に入れたのよ。さあ、あなたは何を手に入れるのかしら。え？あなたは伝説の男になれるのかしら。あれ、キャサリンからか。あ、もしもし、私だけど。キャサリン、何？あのさ、キャサリン、やっぱりいいや。顔見て話すことだと思うし。え？じゃあ、おやすみなさい。ミスター・モーガンはあのピアノを気に入るのかしら。あのピアノはミスター・モーガンを祝福してくれるのかしら。 You got a mail。転職したばっかで金全然ねえな。こんなんで結婚とかやばいだろ。ヴィンセントさん、いろいろありがとうございます。ここにいれば皆さんとも毎日会えますね。しかもストレイシープ、こんな可愛い名前のお店でピアノまで弾けるなんて。気にすんなって。雇ったのはエリカじゃない、店長だしな。あの、さっき聞こえちゃったんですけど、ヴィンセントさんって結婚するんですか？どうなんだろうな。確かに付き合いは長いけど。そうなんですね。ヴィンを追ってたのって結局誰だったのかしら。本人は気にしてないみたいだけど、注意はしとかないとね。いざという時はお前が守ってくれるんだろ。あんたも守んのよ、まったく。それはそれとして、ヴィンセントが浮気ってちょっとニュースよね。あんたってキャサリンのこと大事にしてたんじゃないわけ。まあそのはずだったんだけど、まるで自分の話じゃないみたいでさ。あんたの話でしょうが。って突っ込ませないでよ。もう浮気男が呪われるって噂、もし本当だったらどうするわけ。あの、本当じゃないからどうもしないの。
ャサリンがあんたと付き合ったのってほっとけないって思ったからじゃない？基本真面目なのに変なとこ抜けてるし、母性本能をくすぐられるってやつ。キャサリンみたいな一人で何でもできるタイプって結構あんたみたいのに弱いのよね。そんなもんかな。リンに悪い影響を与えないでよ。一応成人してるみたいだけど中身はすっごいピュアなの。昼も夜もお姉さんがずっと守ってあげたくなっちゃうって感じ。そっちの方が心配だわ。なあリン、追ってきたやつに心当たりってないのか？どうなんでしょう。気がついたら追われていたので。でももう来ないってことはきっと大丈夫ってことですよね。そういうもんか。まあ他の奴らもリンには協力的だし、何かあったら遠慮なく言えよ。男はのし上がってこそ認められんだ。フラフラしてねえで腰据えてみろ。男はのし上がってこそ認められんだ。フラ。男はのし上がってこそ。今日も手がかりなしか。今日も手がかりなし。ジュークボックスでは店内の BGM を好みの曲にかけ替えることができるぞ。曲目はストーリーの進行に応じて増えていく。ぜひチャレンジしてみよう。時間が流れていて、座って人と話した時だけ少しずつ経過する。店内の顔ぶれや話す内容が徐々に変わるので、夜の時間に身を任せ会話を楽しんでみよう。中には悩みを持ったお客さんもいる。気分次第で励ましてあげよう。なお玄関のドアからいつでも自宅へ帰ることができるぞ。ピアニスト顔で選ぶのはまずかったですかね。一目見た瞬間ビビビビッとマイハートに電撃走ったんですが。大丈夫かこの店。おふん、まあそれはともかく。お客さん、ニュースご覧になりました？例の事件で持ち切りですな。何でも似たような形で亡くなった人一人や二人じゃないとか。エリカさんの話じゃ浮気男を恨んだ女の呪いだなんて噂も。大の大人が呪いはねえだろ。ほっとけよエリカなんて。女の推量は男の確信よりもずっと確かである。かつての誰かの言葉です。エリカさんの場合はどうなんでしょうな。なら心配ね。エリカの推測なんて当たったためしねえし。ところでなんだか浮かぬ様子ですな。マスターさ、浮気って経験ある？あら、あらら。あらって言うだよ。不慮の事故なんだよ。事故？本当ですかそれ？実はよく思い出せないっつうか。飲みすぎってこと？あら。あんたこそ、そのグラさん、昔の女にバレないためって聞いたぞ。男には一夜の浮気心に過ぎないものに、女はその一生をかける。確か誰かの言葉です。
とにかく妙な噂もありますから、お互い気をつけた方が良さげですな。番組の途中ですが、連続衰弱死事件の続報をお伝えします。本日新たに衰弱死と断定された方のうち、連続衰弱死事件、ポール死んだってマジかよ。以上です。第15エリア、ウェザーアナウンスの後は報道特集です。石油王と呼ばれたバーベル氏の長男が30ほどの油田施設を相続することが決まり、ピアノの子、演奏も格好もなかなか奇抜なようですね。おかげでいい気晴らしになりそうです。こちらのお客様ね、なんと雑誌記者でいらっしゃるんですが、最近とある伝説に夢中のようで。伝説？もともとは例の怪死事件について調べていて。ああ、私ジャスティンと言います。おや、あなたどこかで会いませんでした？そういえば確かどこかで、ああ失礼、伝説の話をしてたんだ。怪死事件を追ううち、100年周期で似た事件を見つけました。いずれも大勢の男が死んでいましてね。これ本当です。へえ、100年ごとにこんな事件が。調べていくとどうも奇妙な伝説が伝わっているようでして。伝説って？生き残った男です。生き残った男？ごくごく稀に呪われながらも生き残る男が出るらしいのです。面白い話でしょ。生き残った男は願いが一つ叶うらしい。不老不死でも願ったらまだ生きてるかも。何でも願いが叶うなんて魔法のランプみたいだな。そんなことを調べてるってんなら、願いたいこと決まってるとかか。やっぱ不老不死が定番か。え、私なら全く違うものを願いますかね。ふん、例えば？過去を変え、私を殺してほしいとか。え、あっと、俺はどうしようかな。You got a mail。 そこのラプンツェルを遊びましたか？絶対解けないと思われる面でも解けるんですよ、技を駆使すれば。この技をひらめくの、私結構得意かもしれません。頭痛いし、今日はもう帰るか。エリカさんから聞いた女の呪いって本当なんですかね。店長もそのうち死ぬなんて言われたもんで。なんでも目がいやらしいとか、こういうのも不定で呪われるんですかね。あ、奥さん、つうか好き放題言われてんな。女の喜びとは男のうぬぼれを傷つけることである。これ誰かの言葉なんですが、私うぬぼれてるように見える？さあな。とにかくエリカの場合はそういうのと別だもん。レンちゃんを見る目がいやらしいのは否定しきれないんですが、まあとにかくお互い呪われて死ぬなんて最後は迎えたくないものですな。そろそろ帰るとしますよ。では失礼。エリカさん目当てのお客様多いんで、私としてはありがたいです。はい、さらにリンちゃんも来てくれちゃって。ハーレムってあるもんですな。はあ、もうこんな時間か。とにかくこれ以上あいつを傷つけないようにしねえとな。おいおい、ヴィンセント、そろそろ俺たち帰るけど、お前は？あー、なんつうかまだ飲んでくわ。いつまで逃げ続ける気だい？あんたは罪を償わなきゃいけないだろ。今なんか。ねえ、こっちおいでよ。あれ、その声
リンって変わったブレスレットしてるのよね。ああ、左手のやつか。あれ、中から時々妙な音っていうか話し声みたいなのが聞こえてくるのよね。最新型のラジオとか。困ったわ、気になりすぎて仕事に身が入らなくなりそう。それいつもだろう。けどさ、早いとこけじめつけなよ。みんな子供なのよね。体ばっか大きくなっちゃってさ。うわ、こんなの人前じゃ見えないだろう。人目がない場所じゃないと開けねえな。なんだ？また目をそらすのかい？拷問刑場で待っているよ。あんたにはどんな罰がお似合いかな。あれ、事故だって忘れちまうしかないよな。リン、ちゃんとやれてるみたいでよかった。まあピアノはあれだけど。くそ、今まで浮気なんてしたことなかったのに。済む話じゃねえよな。一度きりの事故だって忘れちまうしかないよな。なんで君がここに？この時間に来れば会えるって思ったんだ。昨日の夜みたいに。昨日のことなんだけどさ、君とここで会ってからその記憶がさ、それに実は俺、
そうだ、明日早く起きて朝ごはん作ってあげようか。何食べたい？私これでも料理得意なの。ダメだってば。え、なんで？とにかく今日はダメだから。つか今日はじゃなくて、とにかくダメだよ。かわいい。ごめん、ちょっとトイレ行ってくる。浮気は終わったんだ、終わったんだ。よし。うわっ、君どうして？遅いから大丈夫かなって思って。そう、じゃあごゆっくり。もう行っちゃうの？やっと二人きりになれたのに。やべ。タオル持ってくるから。リン、ちゃんとやれてるみたいでよかった。ねえ、やっぱダメ？だからまずいって。こんなとこ誰かに見られたら。何恥ずかしがってんの？だったらすぐ出ちゃおうか。とにかくダメだよ。しょうがないな。そうじゃねえけどさ。なんだ、だったらもっと一緒に飲もうよ。ねえ。だからまずいって。何を？とにかく。用事あるんだ。そっか。でも会えて嬉しかった。気をつけてね。